マには音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。部長、今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。お気をつけて。お疲れさん。お疲れ様です。10時半か。どう、もう一軒軽く。ええ。じゃあ日暮らしにでも顔出してみるか。いいですね。私あそこのおかみさん好きなんです。久しぶりに行きたい。いいよな、おかみ料理はうまいし安いし。今日はもうお腹いっぱいだけど。そうだな。課長は時間大丈夫なんですか。ユミ待ってるんじゃない。いいんだ。いや、なんていうか、酒飲んでる時ぐらいは家のことは忘れたいんだ。そっか、そうですよね。すみません。いらっしゃい。あら、島村さんじゃないですか。こんばんは。二人なんだけど入ります。ええ、そちらのテーブル席どうぞ。よいしょっと。山野、ビールでいい？はい。すいません、瓶ビール、グラス二つでお願いします。はい。お食事は？いやー、今日はもう結構食べてきたから、なんかちょこちょこっと当てがあれば。なんかおすすめあります？じゃあ、イワシの梅煮なんてどうかしら。新鮮なイワシが手に入ってね。イワシか。いいね。じゃあ、それください。はい。じゃあ、とりあえずビールね。グラス二つ。はい。ありがとうございます。あ、私やります。ああ。島村課長は私が新人の頃配属された部署の直属の上司で、社会人としての心得から実務に至るまで実に事細かに指導してもらった。そして上司への信頼、尊敬はいつからか好意へと変わり、私はただの職場の上司と部下という関係にやきもきするようになっていった。そして仕事にも慣れ始めた一年目の終わり頃から飲みに誘ってもらうようになり、距離も少しずつ縮まっていくのを実感していた。とはいえ、決して恋人ではない、あくまで上司と部下の延長線上にいるような微妙な距離は保ったまま、そんな状態が一年ほど続いた入社二年目の春に、私は別の部署へ異動になった。職場での彼との接点がなくなってしまってからは、自然と二人の関係も疎遠になっていった。それから三年。この秋の辞令で、私はまた彼の部署へ戻ってきたのだ。やっぱり締めはビールだな。そうですね。なんだよ。いつまでそんなよそよそしい喋り方するんだよ。だって。俺はね、山野がうちの部に戻ってきて、本当に嬉しいよ。一緒にコンビ組んでやった仲だしさ。なんせ君には何でも話せる安心感があるよな。そういう彼の笑う顔が寂しかった。三年前のあの夜、重ねた唇さえ忘れようとしてるみたいで。またあの頃みたいに二人で飲み歩けるな。あの頃か。島村さんと出会ったあの頃に戻れたならね。それを言うなよ。じゃあなんで由美と結婚なんかしたのよ。よりによって。なんでって。ごめんなさい、言ってることおかしいわよね。別に島村さんと私付き合ってたわけじゃないもんね。いや、山野が謝ることじゃないよ。あの頃は俺の態度も曖昧で、君には悪いことしたと思ってる。やめて。今さらそんなこと言うのやめて。山野。すみません、私帰ります。
しくしないで、切なくなるから。私が3年前に今の部署を異動になった後、彼は私と同期入社の由美と結婚した。大学からの付き合いになる私の親友と、私の島村さんへの思いを知らない由美を責められないのは分かってるけど、この気持ちはどうしたらいい？私の手帳には今でも島村さんの写真がそっと挟んである。あの時どうしてもっと距離を縮めようとしなかったのか、後悔しかない。本当にもう一度出会った頃に戻れたなら、もっと上手に伝えられるのに。伝えたいことはたった